はい、ということで台湾着きました、ね、香港から1時間、めちゃくちゃ早かったね。これからね、一回ホテルに行って荷物を置いてから、台湾といえば九份という場所なんで、そちらの方にね向かっていきたいと思うんですけども、地味にね今ちょっと雨が降ってるんで、もしかしたらねちょっと予定を変更するかもしれませんが、一旦街中の方に向かっていきたいと思います。聞いてる？うん。あー、じゃあ行きましょう。はい、ということでホテルに荷物預けたんで、恒例のセブンイレブンチェックをやっていきたいと思います。いや、日本語が多いのがねめちゃくちゃ助かるね。思った以上に日本語があふれてる、最高やね。そしたらこれからバスに乗って九份の方に向かっていきたいと思います。もしコアの街みたいな、うん、食べながら向かいましょう。はい、ということで九份着きました。着いたね、ついに。30度くらいで天気予報になったんで、めっちゃ薄着で来たんですけど、いや今日実際来たらね20度くらいで、まあまあ寒いっていうね。やばいね、かなり寒いよ。すごい、さすがに臭豆腐臭いね。あー、すごい。うわ、いや、あ、めっちゃ中入ってるやん。美味しい。そうなんや。思ったのと違ったね。毎回臭豆腐にやられるね。これは結構苦手かも。いちご、やったね。
い、ということでね、いい景色を見ながらお茶をしてたらね、もういい感じになっちゃってね、もう落ち着いてたんですけども、まだ目的地に着いてないんで、これからね向かっていきたいと思いますと思ったんですけどね、あいにくの雨が降ってきたんで、気をつけながら行きましょう。はい、ということでね、千と千尋っぽいところと景色のいい壁、こちらにね行きたかったんで、まあ、そちらのミッションはクリアしたんでですね、これからホテルに戻っていきたいと思います。はい、ということでホテル着きましたので、お部屋のチェックをしていきたいと思います。いいね、あ、ちょうどいいね。ここが一番大事ですよ、シャワーの水圧。うわー、ちょっと弱めの水圧ですけど、めっちゃ広いね、シャワー室が。まあよしとしましょう。はい、それではこれからディナーの方に向かっていきたいと思います。ん？これはどういうこと？レストラン？うわー、うわー、尖ったね、だいぶ。うわー、すごい、暑い。あれしたよね、ワッフォ？わかんない、全然届いてない。美味しい？クリームチーズ。あ、ギリね、ギリいってるね。いただきます。うん、あ、いいね、カスタードクリームとチーズが。うまい。よし、じゃあちょっと火鍋屋さん探し行こう。火鍋屋さんに到着しました。先日の動画でですね、火鍋の食べ方を勉強したので、今回はそれを生かしてね、しっかり楽しんでいきたいと思います。何やった？始まっていく。ねえ。
ちゃくちゃうまそうやね。垂れなくてもうまいね。スープがめちゃくちゃうまい。うまい。火鍋うまい。やっべうまっ。ちょっと次はね、ラム肉いきます。ラムはね、臭ければ臭いほどうまいらしいから、バシッとね、いくよ。よっしゃー、いけ、ラム肉。おいしい？うん、いいね。うん、わかった。あ、ほんと？ビーフリうまいんや。じゃあラムいきます。すげえ。ちゃんと臭い。めっちゃ臭い。めちゃくちゃうまい。いいね。いいか、次に行こうか。アービちゃんもね、次での。ラッキードローンのヌードルで。うどんとラーメン。よし、煮込んでいこう。うどんとラーメンヌードルね。ああ。うまい。うまいぞ、これ。これ食べて。うどんかラーメンか迷ったら、どっちも入れちゃえばいいんだよ。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったね。スーパーフルですよ。First meal of the day。 絶対違う。機内食、人の分まで食べて、さっきも食べたよ、昼ご飯も。ね、It's raining again。 あ、また雨降ってきたね。今お腹いっぱいのところはあるんやけどさ、目の前にあのコールドストーンがあるんよ。Never tried cold stone. 行こうか。 OK, okay. あ、オープンしてんかな。早い。うお、うお、早い。ファーストタイムやろ。 I think we had something similar.食後のアイス。ミンチチョコ、ショコラ。うん。あ、タピオカでラズンね。違うか。レーズンやろ。レーズン食べれんもん俺。ウーロンティーアイスクリーム。美味しい？じゃあ食べながらちょっとナイトマーケット行こうか。クッキーモンスター。うん、いいよ。クッキーモンスター、クッキーモンスター。オッケーオッケー、じゃあ行こうか。うん、
なるほど。入った？お、一発で？お、すごい。出てくるってやっぱ。10倍や。え、170倍。すごい。また10倍や。連発やばいね。大会マックス。じゃあスタートください。スタート。うわ、10倍。これ入れたら990で。うわ、さすがに、さすがに天才がおった。天才がおった。さあ行きましょう。ストップ。うわ、2倍。あ、これはチャンスあるぞ。うわ、惜しい。うわ、バイビョーン。ある。きたということで、最後はこのスーパーマーケットで買い物をしていきたいと思います。24時間のねスーパーマーケットに来てるので、台湾のお菓子とかね、台湾のスイーツとかしっかり見ながらね買っていきたいと思います。基本お菓子メインです。ゆりさん元気？まだ元気？ノースリーピー？ Yes, yes. OK、 じゃあフォースフロアから行こうかね。あ、これお土産コーナーかな。ねえ、わあ、この辺とかよく見るやつやね。豆腐やら杏仁やら。うわ、これ絶対うまいやつやん。あ、あー来た。勝ち確。これは勝ちですよ。うわー、うまそう。絶対うまい。わ、そしてライチのプリン絶対うまいやろ。私もいいんやけどね。なんか不思議と今はそそられないというか、なんだろうね。そんな中、これがなんかちょっとヒットを醸し出しそうな雰囲気はしてますよ、このシリーズ。なんかな、この形状がめっちゃいいんかな。多いね、これ。あとはね、なんかこう大体見たことあるっていうか、まあ味の想像がつくようなものばっかなんで。ねえ、わ、スナックよりもこっちのインスタントヌードルが結構充実してそう。うまそうやな。なんかちょっとそそられる。あ、インスタントヌードルがちょっとセンサーでレベル高いね。いや、もうほんとね、ネリーさんの体力がバケモン。もうね、今日ね4時起きなんですよ、朝の。今夜中の11時過ぎ。もうこのフロア隅々まで見てるからね。そろそろいいんじゃないかな。ちょっと最後にね、帰る前にこれだけ食べていきたいと思います。マクドナルド、ちょっとこれ初めてやん。なんかちょっとスパイシーな感じやね。わ、辛いって書いてある。ちょ、辛いの食べれんけど食べてみて。バリキョヒルやん。分かった、じゃあよう食べるよ。俺がオリジナルのソースで。わー、もう絶対辛いやんこれ。辛っ。うわ、目覚めてしまった。でもなんかの匂いがする。なんやろこれ。なんかの匂いがする。火鍋の辛いやつの匂いがする。辛っ。ちょっとソースつけてみて。うん、おいしい。あれ平気。あ、めっちゃ平気やん。
してないから。